白田藩神屋伊豆白田藩御殿跡,跡白田神屋は、泉国泉郡白田村にあった神屋で、白田藩の藩長である。1727年、初代藩主の渡辺元綱が居所を、泉国大鳥群大場寺村から、泉国泉郡白田村に移し、白田神屋が築かれた。神屋は、現在の泉市白田町3丁目から4丁目にかけて、 篠田山丘陵の西側斜面を利用して設置されており、丸笠山古墳の集合をはじめとする大将のため池が古お及び家臣団の居住区を取り囲んでいた。中心となる古殿は四丁目に所在し、篠田山駅から白田神社を経由して、丸笠山に至る道路と熊野街道の交点に大手口を設けていた。神夜明治以降に破却され、現在では痕跡も ほとんど認められないが、陣屋裏門が、小谷状況土管に移築されて現存している。白田村の旧来の集落は、白田神社付近にあったが、陣屋設置以降に、小栗街道に沿って、町場が形成され、前者は、下白田、後者は上、白田と、通称される。古典及び家臣団の居住区は、屋敷と、通称され、明治以降も、 しばらくの間、白田在住と称して、白田村とは別扱いだったが、元家信羅の転出が次第に進み、1886年に白田村へ合併され、現在は上白田の一部となっている。ありがとうございます。